あつひめ TV をご覧の皆様、2度目ましてです。森本玲子です。よろしくお願いします。さあ本日もですね、パチンコ Win5 という企画をやっていきたいと思います。前回もですね、やらせていただいたんですけども、その時はリゼロのシーズン2で、ミッション5個中3つ達成ということでですね、まあぼちぼちの結果だったんですけれども、今度こそコンプリート、ミッションコンプリート目指したいんですが、今回の実戦機種なんですけれども、ガロ11冴島タイガとなっております。ちょっとねミッションの内容を見たんですよ。あのね、前回より難しいかもしれない。いきなり GFOG 予告、そして玄武 SP、姿勢中ラッシュ突入10連チャンサダマプラスとなっております。まあ、確実にやれなきゃいけないのがラッシュ突入ですね。これが、まあ、圧倒的に一番簡単というか、これやれないとまずいぞっていうところですね。でその次に簡単なのが多分サダマプラスで、その次が10連チャンなんじゃないかなと思うんですよね。というのも何回かちょっとガロすでに打ってるんですけれども、いきなり GFOG をねまだね見たことがない。あとこの玄武 SP なんですが、これ搭載されているリーチの中で全回転の次に熱い、まあ、いわゆる最強リーチなんですけれども、これがですね発展するとき、いきなり GFOG から発展するんですよ。なのでここ達成するときは2枚抜きになるので、玄武 SP さえ引っ張り出せばコンプリート近いんじゃないかなと思います。ということで、ちょっとねコンプリートなかなか難しいミッションだと思うんですけれども、早速頑張っていきたいと思います。それではですね、無事に台も取れましたので、ガロ11冴島タイガー実践していきたいと思います。よし、ということで、では早速ですねスペックから紹介していきたいと思います。大当たり確率がですね 319.6 分の1のミドルスペックとなっております。そしてですね、やっとガロが帰ってきました。 VST でございます。しかもロング ST、その ST なんですけれども、なんとですね突入率が約 77%、 めちゃ高でございます。まあ、まずですねへそで大当たり引いた時、そこで突入振り分けで決まるのはトータルでいうと 63% になります。で残りの 37% が2ラウンド通常になるんですけれども、時短がですねなんと150回転ついてくるんですよ。まあ、それをトータルするとめちゃめちゃ高い、突入率が実現できているって感じですかね。そして ST なんですけど、 ST は150回転となっているんですが、右打ち中のですね振り分けの 10% で電サポが1万回転っていう振り分けがあるんですよ。ST150 回転プラス残りが、時短になるっていう振り分けになるんですけれども、なので、まあ、ST こうギリギリの終わるギリギリのところになっても、まだもしかしたらここの時短1万回転の振り分けかもしれないっていうチャンスがですね、まあ、残されているっていうのが特徴的かなと思います。そして、カスタムなんですけれども、先読み設定はデフォルトにしてます。先読みは先読みチャンス、先読み大チャンス、激アツなしっていうのがあるんですが、ただ私はねこの台別に先読みデフォルトでいいんじゃないかなと思うので、ちょっとデフォルトでねやっていきたいと思います。そしてですねもう一個入れてます、 FOG バル設定っていうのをオンにしてまして、これがまあいわゆる入賞フラッシュ先バレになります。保留入った段階でここのねここの V フラッシュのところがバーンと音鳴って赤く光るんですけれども、これが発生するとフェイスオブガロー出現が濃厚になります。なのでまあフェイスオブガロー出てもねガロー SP 大体やっぱトータル数3割ぐらいなんで、結構まあ外すっちゃ外しますし、逆に言うとそのリーチ発展した後で正常ルートに行くかどうかっていうのが、ルート分岐できるかどうかっていうのがめちゃめちゃこうポイントになるんですよ。その正常ルートがですね液晶変身から発展した方が若干信頼度が上がるので、液晶変身でも全然あるっていうのが、まあ、この台のね特徴的なところでもあります。来た、これがね先バレです。なりました。なのでフェイスオブガロは来ます。緑か、ちょっと予告は今のとこそうでもない。で8はね青龍の指針がねくっついてるので、
青龍がお助けで来る。あ、ちょっと待って、弱いな弱いな。こう一応キャラリーチをこれ経由して、まあ、ガシャンは来るんですけど、ちょっと弱いですね。はい、グレートフルフェイスオブガロが完成しました。ダイラス、あー弱いー。なので今回この図柄と天敗図柄と、あ、これちょっとチャンスアップ、これ天運って来てればね、激アツ、超激アツかもしれない。頼む、ガーンと来れば成就ルートです。いけ、頑張れ、ダメだちょっと弱いですね。で最後、煽りの段階でボタンが来るかガロ剣来るか、どっちか、どっちでもチャンスアップ、ボタンでもいいから、ボタン、ボタン、これねでかく見えて普通ボタン、当たった、ちょっと衝撃でした。当たりました。一応最後ね煽りでボタンが出てきたので、チャンスアップになります。114回転かな、はい、当たりました。8で大当たり図柄は37だけがラッシュ濃厚になります。なので1打5打奇数もね通常の可能性あります。でここではだいたい上がらないので、まずはですね2ラウンド取るんですけれども、その前にマカちゃんかけてバトルがあります。でここでですね突入が 62%1% ね、あの10ラウンド ST あるので62% もしくは 37% が通常時短になります。あ、これちょっといやどうかな、微妙、うん、なんかねこう順調にポッ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 って行くのちょっと微妙なね感じがねあるんですよね。はい、ということでちょっと残念ながら、37% 通常だったんですけれども150回転の時短になります。100回でシンプル、まあ、一発告知ノーマルとあるんですけど、これはね後から調整もできますので、私はねこれが好き先読み圧の告知9割これでいきたいと思います。まあ、告知はここにねパトランプがついてるの、これが鳴るかもしくは賛成フラッシュ来るか、あとはですねハンドルのところからエアがビャンって出てくることがあって、それがね、告知になりますね。で、まあ、ここで時短150回転になるんですけれども、引き戻し率がですねだいたい 38% ちょいぐらいあります。なので全然引き戻せる。でさっきね一発告知だシンプルだノーマルだってあったんですけど、これあの演出中にカスタマイズでここ変えることができるんで、先読み圧で、50、90まで変えることができます。あとは先読み SP っていうのがあるので、これは SP リーチ発展する時の先読みの占有率ですねになります。で告知もですねスタンダード風がパトランプが何割絡むか、サプライズ、まあ、どれかわからないのが何割絡むか、サプライズ50ぐらいにしとこうかな。先読み圧50、告知の比率 50% にしてみました。なので最初ね3つ選ぶの別にどれ選んだって後からあの調整できます。さあ残り60、大体の台だったらねあと10回転7回転8回転6回転で終わるんですけれども、まだあと50回転あるからガロは、あ、先読みではないんですね。これ4テンパイ、いきなり4テンパイですけど、今ね、青龍の図柄なので、あ、そっか、これか。これね、テンパイ図柄の、リーチに発展したら、大当たりの子になります。なので、当たった、ちょっと待って待って。今日意味がわかんないです。ということで、時短中に引き戻しましたので、ミッション1個、達成になります。姿勢重ラッシュ突入で、ミッション達成なので、あ、今更風がね、ビャンビャン吹いてきました。先読み90でいこう、ね、サプライズも90でいきます。右打ち中はね90-90がね好きなんですよ。はい、で、モードがですねモダンクラシック、まあ、まずモダンからやっていきたいと思います。で今ちょっと聞き取れなかったんですけれども、ここでねあのザルバのねセリフがあるんですよ。でこのザルバのセリフの内容によって
時短1万回転、まあ、10% しかない振り分けのところ取れてるかどうかの、ね、示唆があるんですね。でこれ最初の変動ガロゾーンはですね ST 前半これガロ GARO 並んだらちょっとまあこの円数に発展すると。でまずはこうガロをね並べないといけないです。これがね最初冒頭40回転ちょっとこう即渡りゾーン的なやつですね。あこれステージゾーンね、まあ、ここがねメインゾーンになりますね。40回転から140回転まではここになります。まあ、即渡りもあるし、まあ、リーチに発展して当たることもあるし先読み来ないね。ちょっと先読みのバランス変えよう。何か見たい、見たくなっちゃう。なので先読み圧50ぐらいにします。でサプライズも50にしよう。だいたいね残り50ぐらいになると何か見たくなって日和るんです。50-50にしました。時短中と同じ。あ、テンパったぞ。早速で、これね、スザクの図柄なのでスザクリーチ発展したらその時点で、もう大当たりの起こされます。スザクで、あれあーなので、まあ濃厚ではない。ただ、ただ期待はできる。先読み圧補充、先読み絡んでなかったけどもまだ賛成フラッシュパトもない。でもそっちの戦意は50なんで当たってくれ。ガロケンだ。よっしゃー、よかった。あー、危ねー。意外の先読みもあれですね、告知も絡んでくれなかったですね。はいはいはい、よかったです。とりあえずスルーしなくて済みました。ということでですね、まあ、あの1個ミッション達成したので、まあ、目指すは10連チャン、10連チャン目指してやっていきましょう。ちょっと序盤はやっぱ99周でやります。90だよ。あ、うわ、いきなり気持ちいい。これで時短も焼き戻しも入ってるので4連チャンだ。あと6回、あと6回当てよう。ちょっと次クラシックでいってみましょうかね。おなじみのやつですね。ここにエンブレムが出てきてこうガロケン飛んできて刺さるのかどうか。で刺されば刺してジャッジすると。熱い、でかいぞ。当たりました。レスト5入りました。はいはいはい。でこれを刺します。懐かしいね。おいしょー、気持ちいい。いいよいいよ。5回目10連チャンまで折り返しです。そう考えると10連チャン達成しようと思ったらやっぱ時短から入れてる方が1回分ね助かりますよね。継続率考えると。あ、先読み入りました。よいしょ。あー、いいね。ほい、これは白子かな、白いのはね。でこれホラーはあのどのホラーでも信頼度変わらないです。で共闘パターンなのか、単独パターンなのかで信頼度が変わります。これ共闘パターンなのであのどれでも熱いです。単独だとね結構弱い。ガロケンだ。よっしゃ、いいよいいよ、順調だぞ。これで6回目、6連チャン目になります。あと4回。意外と告知が絡んでいない。賛成フラッシュ見逃してるか。いやー、なかなか。ちょっとサプライズだけ下げちゃおう。50にしちゃおう、サプライズ。頼む。ああ、残り50を切りそうです。
さあ98番のうち、あと4回、そんな何回もラッシュ入れらんないよ。来た来た、ギアロ、ちょっと待って、これ当たるよね、先読みだもんね、当たるよね、あんま見ないの、右打ち、ビクトリーいただきました。よし、よかった、7回目、ちょっとヒヤヒヤしましたが無事に7連チャンです。あと3回、よし、見えてきた、10連見えてきたぞ。あ、先読みだ、よっしゃー、よかった、レストパイプ、ボタンパイプ入りました。が止まります。え、戻るでしょ、あ、全部ブランクで変わった。さあこれね、見た目じゃ分かんないですけど、ハンドルのところからビャーンって風が吹いてきました。これで、払い出し1万発になります。8連チャン目、あと2回、あと2回でミッション、1万ありがとうございます。サダマプラスもね、大丈夫であってほしいですね、ここになるとね。投資がね、2000発しかまだかかってないので、だいぶ、サダマプラスにも、まあもう近づいたというか踏んでるね、サダマプラスはね。いかに守るかだな。で、この後、この後のね、ザルバのセリフで、時短1万回転引いてるかどうか、示唆があるんですよ。これデフォルトですね。ザルバは聞き取れるように音量を上げると BGM がでかくなっちゃうっていう、あそこだけちょっと音量上げて聞かなきゃいけない。でもあそこのボイスで今回自分を信じるデフォルト、あ、先読みだ、当たった、よいしょ、いいね、9連ちゃん、あと1回だ、リーチなので、ここであの示唆のところのボイスが盛り上がってきたぜだったら1万回転確定になるので、もう10連ちゃん達成になります。なのでちょっと今回はザルバのボイスをね、聞き逃さないようにしっかり聞いていきたいと思います。この後、あ、残念ながらデフォです、デフォでした。ここでもし盛り上がってきたぜって、言ってればですね、1万回転濃厚になります。で、ノンストップで行くぜでも1万回転のチャンス、ただ全く、あー、ブランクだ、先読みやつはなかったけれども、あ、風吹いた、やったー、ジュレイちゃんです、イエーイ、ミッション達成、これコンプリート目指せますね、目指せるぞ、あ、まだ右打ちしなくていいやった、10連ちゃん。で、まあね、1万2000発出てるので、こっから1万発吸い込まれる、まあ、なくはないですね。でもまずはやっぱね、サダマプラスを確実にしたいので、この連ちゃん伸ばしていきます。おっと、またかい、え、当たった残馬券だ、うわー、嬉しいな、11連ちゃん、10連乗った途端に抜けてもちょっと笑いましたけど、順調に出玉が増えてます。来た当たりました、告知が、しかも先読みな、これね、パパが目開けば当たりなんですが、だいたい5割ちょいぐらいです。気持ちいいね。先読み入ったよ。救われましたね。おー、なりました、バトランプ。で、じゃあ、スザク、
図柄で転売して、あ、そうだ、これだ、関係ないです、関係なかったです。おい、ここからブラックアウトがあるんだ。なんだこれ。もうこれさ、保留連3つぐらいないと許されないやつ飛んできました。V が3つ並びました。保留内、保留内に当たりが2つあるといいな。でもこれ V で揃うの、保留連マジであるんじゃないか。あ、ね、これどうなんだろう、保留。3000なんで、とりあえず保留内で当たりはあるんですが、そうですね、時短1万回転ではないですね、保留連ですね。やっぱ V は保留連です。ただまあ、あのキスと違う、3つとかではないし、初めて引きましたよ、 V で。まあこれだけ出ればさすがにサダマプラスももうほぼ決まりだと思うんで、ミッションで言うと、あといきなりGFOG と玄武なんですが、逆に言うとそれらを出すためには早く通常時に戻らないといけないので、もう早く戻った方がいいのではないかっていう気もちょっとしてます。ミッションを考えるんだったらね。来た、告知が鳴りました。そして先読み、これド派手ですね、この展開は。え、待って、この辺どう、え、ちょっと待って、これが当たったらまた保留連の可能性が高まりますよ。一個手前だ。ちょっと待って、5だから、スザク。スザク。スザク。当たりました。キリンです。V? あ、7か。うわぁ、すごい派手。あ、出た、やっぱり V だ。まさかの、また、またです。また保留連。2回もお目にかかれるともう幸せでございます。ということで、この辺りで2万発乗せた上に、さらにもう1発なので、持ち玉も2万に、ね、なります。よかった、あの緑保留も当たってたんだ。最高ですね。もう VV だ。17連チャンになりますね。あ、違う、16連チャンか。これで15連チャン目。やっぱこの音いいですよね。いや、持ち玉2万超えました。あ、来た。一応先読みもね、 90% なので、別に全然外れもあるんですけど。またキリンちゃんがやってきました。ありがとうございます。7、よいしょ。37がキリンザガラですね。よいしょ。これで17回目かな。うん。あ、スペシャルエンディングだ。スペシャルエンディングまで到達してしまいました。保留連をね、2発連続でパンパンと引いてるので、17回目に出てくるのかどうかに関してはちょっと違うかもしれないです。本来ならもうちょっと手前で出てくるエンディングだったんじゃないかなと。おっ、あ、賛成フラッシュ勝った。先読みは絡まなかったですけど、ついに賛成フラッシュがつきました。セイリュウちゃんで共闘パターンなので、もちろん熱い、まあまあ当たるんですけど、いや、これ止まらんな。来いよ、気持ちいい。あと2回で20連。よい。わ、もしかしたら今年の収支が今日でプラテンするかもしれない。私の年間収支が今ですね、マイナス57,730円なので、これは今日でプラテンする可能性がかなり濃いですよ。25,000乗りました。いやー、こういう日もないとやってらんないね。これでトータル
このガロ11との戦績もプラスになったかもしれない。今日まで4回ガロ打って初当たり3回だったんでね、まさかあんな当たったレインボー保留です。あ、ドックンだ、しかも新音、いろんな演出がね見られてていいな、今日は楽しいぞ。からの風が吹くんです。気持ちいいです。もう ST はね全部 見たぐらいやってますね。あともう残りの10回転のタイミングで当てたいな、ちょっと欲張りですけど、あそこでねまだ当てたことがないので、打数10で一発当てたい。あ、10連チャンどころかもうあと1回で20連チャンです。あ、ガロ保留になった。ガロ保留とは言わないかなんて言ったらいいのかあれですけど、当たった、また賛成フラッシュ、これで20連か。青でも当たると、ほい、え、失敗してからの復活で当たるんだ、おしゃれパターン。風来たなんかねガロの風はね、金色の風はじわーってきます。ということで、大当たり20回目になりました。20連チャン、10連チャン達成でいいよっていうところ倍倍です。あ、やった、先読みだ、当たるでしょう赤は。あー、砂時計保留になった。結構演奏多いですね。あ、風が来ました。うわー、めっちゃ震えてる、ガロ剣震えております。これで持ち玉はまだですけれども、払い出しがねなんと3万です。できすぎ。ちょっとあえてここでカスタムをノーマルにしてみたいと思います。もっといろんなね保留変化があるので、わ、3万乗りました。ちょっとねいろんな保留変化とか演出の先読みもあるので、いろいろ見てみよう、今更ですけど。なんかカスタム変えるとさ、レンチャンが終わるんじゃないかっていう恐怖がなんかありますよね、オカルトですけど。それでちょっと怖くて変えられなかった。まあ3万乗ったし。なんかこれカスタム変えたからこうなってんじゃないかっていう気がしてきましたね、オカルトですけど。やっぱ調子いい時のカスタムはそのまま維持しといた方が良かったかもしれない。流れがね、流れが変わっちゃったかも。さてピンチ、ピンチ、大ピンチです。今までここまでにはなってなかったな。さあラスト10回転エースが変わります。まずは天杯かかれば、熱いで、キリンもしくは4体攻撃が大当たり濃厚で、スザクが熱いです。やばいね。で最後の1回転は必ず戦う。ただまあ、スザク、スザク、スザク、青龍が一番弱い。あ、これが一番弱い。いやさあピンチですよ、だいぶピンチですよ。頼む、スダク止まれ。ああ、また一番弱いお前か。えっ、当たった、当たりました。やるんじゃないか。ちょっとこれは衝撃、もう殲滅って。殲滅はなんかちょっと違うくない？撃破じゃない？すごいエヴァに寄せてくるじゃん。初めて当たりました、このラスト10回転。もう全部やってる今日、マジで全部だ、全部。
あ、来ない。わー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 。ザンバ剣でした。とんでもない。マジで終わらない。終わらないな。一生ラッシュ続くんじゃないかっていう気がしてきた。なったなった。ほんと終わらないよ、永遠に。ザンバ剣で。ねえねえ。今回、あの、ザンバ剣ないですからね。役物のね。前あったもんね。うわー、なった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 。入賞、なったというか、SE か。入賞時 SE なので。確定音ではないか。でも、熱いですよ。めっちゃ熱い。まさか弾かれるかな？そんなことはなかった。おっと、ああ、賛成フラッシュも入りました。よいしょ。外すんかい。風が吹くぞ。吹きました。あ、この辺りで払い出し4万発を超えますね。今年一撃4万はないかな、まだ。二撃はあるんですけどね。今年の最高連チャンです、今のところ28連チャン。30乗せたい。こうなったら30乗せたいぞ。30に乗るタイミングで、多分持ち玉も4万ですね。先読みだ。七折りじゃん。そっち。これはつい、あ、でも共闘パターンか。ついに先読みが外れるんじゃないかっていう気がね、ちょっとしてるんですけど。当たりました。無事に当たりました。さあ、これで29連チャン。もう一発行こう。キリがいいから。ついにこのアイコンが、大当たりのアイコンが3段目まで来ました。すごいな。あ、保留来た。ガロ保留。ガロ。うん。OK。30連です。モタンバイブがね、入りましたね。お、赤に上がった。おいしょ。30です。節目大台乗りました。そして持ち玉もこれでね、4万発に乗ります。いやー、欲がね止まらないよね。ここまで来たら次は5万とか。私ちなみに人生最高の出玉がね、6万発ちょっとなんですよ。6万発に乗ったことが1回しかなくて、人生で。その時が、あの、ガロのね、スピンオフに、キバガイデンっていう台がもう14、5年前になるんですけれども、それが人生最高出玉なんですよ。で、6万発を超えたことが1回しかないので、ちょっとこれ見えてきちゃったなっていう、生涯ベストまで。リザルトでね、6万乗ったことは実はリゼロで1回あるんですけど、鬼がかりで。それね、リザルトでちょうど6万なんで、持ち玉、しっかりとした持ち玉でね、6万超えたことはね、1回しかないんです。あと2万発だから、あともう1列か。もう1列、3段目を埋めれば6万発かな。先読みかな、先読みだね。うわ、当たっちゃったね。あ、これ魔導国の赤ってオーラが赤なのか。砂の色かと思ってた。ほい。
3はもう3のままでいいんじゃないかと思うけどね。一応7になるんですよね。当たった多分。変な音鳴ってましたもんね。なんかいろんな音がありすぎて、どれが SE なのかどれが確定音なのか。はいはいはいと。あと50玉だったもんな。あと4個ぐらいオーバー入賞してれば5万乗ってるのに。ちょっとやばいんじゃないか。いよいよ、いやー、ここで抜けるってなったら本当はじゃあと4個どっかでオーバー入賞してれば5万だったのにっていう、なんかちょっと変な種類の後悔がね。まあ残りあと20回で当てればいいんだけど、まあ、もしかしたら電サポ100回転の可能性もね、あるはある。さあ本日2回目の残り10回転です。あと1回でね、5万発なんですけどね、病気がね。おかかったぞ、スザク。あー、一番弱い。一応この後ガロ剣が出てくるっていうチャンスアップもあります。さっきボタンで当たったけど、一応ガロ剣のチャンスアップもあり。頑張れ。で、電サポ1万回転の示唆もこの変動で行うので、ここは必ず発展します。セールやめて。いやー、これ厳しいなー。さあ、ついに終わりました。微妙に表記が5万乗らないタイミングで終わっちゃいました。私もちょっと取っちゃう。終わりました。ちょっとね、34連チャーあと50回転でちょっと5万発乗ったので、若干ちょっと心残りはあるんですけれども、34連チャーですよ。もう顔もね、テッカテカです。ということで、あと通常時のミッションが2つありますので、それ目指してこの後頑張りたいと思います。お疲れ様でした、今日はですね、パチンコウィン5という企画をやってたんですけれども、なんとですね、ガロが34連チャンいたしまして、出玉がですね、大量に残りました。この辺に出てるかと思います。4万発オーバーということで、今日はですね、投資が8000円2000個だったので、1つミッション、これでサダマプラスが、クリア、そしてですね、10連チャン以上というミッションもクリア、あとは姿勢10ラッシュに入れるというのもクリアということで、ミッションは3つでございます。ありがとうございます。ゲームブリーチとですね、いきなりなんだっけな、 GFOG か、いきなり GFOG は出せなかったんですけれども、まあちょっとね、その2つはね、難しいんじゃないかなと実戦前から思ってたので、まあできそうな3つに関してはクリアできたんで、まあ良かったかなと思っております。ということで、ミッションは3つクリアしましたので、サイン入りチェキを3名様にプレゼントさせていただきたいと思います。応募はですね、まあ概要欄ですとか、あとはこう篤姫 TV のツイッターの方でも告知しておりますので、ぜひ皆さんどしどしご応募していただければと思います。それではぜひ、動画のコメント、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今度ね、もし呼んでもらえたら、次こそミッションコンプリートさせたいなと思ってますので、またチャンスをいただければと思います。それでは今回ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。